学生ボランティアの神奈川防犯シーガル隊は8月13日に横浜市民防災センターで防犯・防災フェス2017を行います。これは神奈川県警察本部生活安全総務課と横浜市消防局が講演するもの。じゃーん、みんなこんにちは。子ども安全キャラクター大田子ポリスななかだよ。当日は子ども防犯の標語大田子ポリス4つのお約束を広めるため仮面女子のメンバーが参加するほか、さまざまな芸人やアイドルなども登場する予定です。8月13日日曜日13時から防犯防災フェスティバルを行います。夏休みご家族みんなで来てください。開催時間は午後1時から4時までとなっており、料金は無料です。大田子ポリス4つのお約束みんな守ってね。お家の人に行ってきます。お友達と遊ぼうね。だ騙されてついていかない。こ、怖くなったら大声で。みんな4つの約束を守って毎日を安全で安心に過ごしてください。防災センターから横浜経済新聞がお送りしました。